にちは。香港の日本語教師のまさみです。お元気ですか？今日も一緒に日本語を勉強しましょう。このビデオはこれ、ね、教科書はダイガーでヤプンユ、ダージャーダールーユ、みんなの日本語を使っています。中級の2番ですね。いつも見てくれている人は、ね、見てくれて本当にありがとうございます。日本語の勉強どうですか？頑張ってますか？これは11課の16番のビデオです。単語87番からです。これはね、最後から2番目、この単語のね、最後から2番目のビデオになります。今日やる単語は、保管する、超、分ける、いくつかに分ける、この3つをやりたいと思います。ちょっと頑張っていきましょうね。でね、87番ですね、何々を保管するですね。保なんですけど、保は保つとか守るという意味があるね。で、管というのは管理する、マネージするという意味がありますよね。で、保管するはよくね、保管するって少しだけフォーマルなんです。ちょっとだけ。じゃあもっとカジュアルに言うとどうなるの？キープするです。英語のキープ、 K-E-E-P のキープね、キープする。これは日本の人が多分毎日の生活の言葉でね、日常会話でいつも使う単語です。外来語のキープするですね、すごくよく使います。例えば何をキープする？例えば、私は例えば、うちの近所、うちの近所の居酒屋で私のウイスキーのボトルですね、ちょっと大きいのを買って、でも私はたくさん飲めないので1回で全部飲まないんですね。ちょっとずつちょっとずつ飲んでいく、ね、ボトルをキープしますとか、私は銀行にお金を入れていますよね。銀行口座アカウントね、銀行口座にお金をキープしていますとか、例えばコンサートに行くからコンサートのチケットをキープしますとか、何でもいいです、キープ。で、これね、例文なんですけど、保管は何かね、大切なもの、大切なものをなくさないようにってね、なくしたら、なくなったら大変ですよね。なくなるって lose ね。So if we lose it, we'll be in trouble ね。なくしたら困りますから、なくさないように大切なところにしまいます。しまう、覚えていますか？例えば引き出し、 drawer ね、引き出しにパスポートをしまいますとか、ポケットね、携帯電話をポケットにしまいますとか、何か大切なもの、大事なものを安全なところに入れるですね。で、保管するは入れる、しまうじゃなくてキープにフォーカスしていますね。で、例えば忘れ物を、例えばホテルやレストランで忘れ、お客さんの忘れ物を受付、レセプション、受付で保管します。それから貴重品、貴重品聞いたことある？英語で valuables、キーというのは高いの意味ね。で、超というのは重要な、大事なの意味。品は物、ね、大切なもの、高いものや大切なもの。貴重品、例えば何があるかというと、今だと携帯電話ね、iPhone とか、それからなんかアクセサリーとか、お金、クレジットカード、パスポート、香港だと ID カードとか、あとは、なんか大体高いもの、例えば高い、なんだろう、なんかハンドバッグとかもそうかな、ハンドバッグとかもなんか高級なシャネルのカバンとか貴重品ですかね。ああいう高くて大事なものとか、値段は大事じゃん、あと値段は高くないけど、とても大切な ID とか、ああいうものですね。貴重品は金庫、金庫はセーフティーボックスね、金庫に保管してある。てあるは状態だよね。他動詞てあります、で他動詞の状態、ね、で同じような言葉でこれ聞いたことある、保存します、保存します。保存するはね、食べ物、食品とか飲み物とか、例えばね、牛乳、ミルクの牛乳ね、牛乳をここにずっとね、一日朝から晩までここに置いておいたら、多分ね、牛乳はすぐ悪くなりますよね、腐りますね。だからどこに入れますか？冷蔵庫だよね。そう、牛乳を腐らないように
悪くならないように冷蔵庫に保存します。それから例えば魚ね、フィッシュね。で、魚は刺身で食べられるのはその日だけです。 Only one day、 1日だけです。で、刺身が次の日だね、翌日、次の日はもうね食べられません。ですから、例えば私は刺身をね全部食べ私たくさん食べるので刺身が残ることはほとんどないんですけど、でも例えば家族でみんなでねたくさん刺身があった時に全部食べられなければ、そうですね、例えば私の家だとお刺身をジップロックに入れてね、で冷凍庫かな、フリーザーかな、冷凍庫に保存して、で多分次の日か次の次の日ぐらい、1日か2日後に焼いて、グリルね、焼き魚にして焼いたり、あとねスチューとかシチューにとかスープに入れて食べたりしますね。魚をジップロックで保存するですね、保存、そういう時に保存と言います。保管というとなくなるといけないから、例えばワインとかで、ワイン、高級なワイン、値段が高いワインね、ワインセラーに保存じゃなくて保管の方がいいです。保管しますとかね、こんな感じです。じゃあ次行きましょう。次はですね、88番です。腸ですね。で、腸は例えばここに書いてあるんだけど、1、10、100、1000、万、10万、100万、1000万、1億ってね、こう日本だけじゃなくて中国や韓国でも使って、アジアでね、アジアで漢字を使っていたところ、漢字圏というんですけど、漢字圏で使っている数字、ナンバーズね、数字の種数だね、数字の単位です。単位でね、だけユニットですね。で、ちょっとここ0で、ここに1があるよね。これが腸ね。腸はトリリオンだね。トリリオンです。もうなんかちょっと数が大きすぎて、腸を使うチャンスがほとんどありませんが、でもね、たまに使うんだね。テレビのニュースで、例えば日本の借金、デッドね。日本政府の借金がだいたい1000兆、ね、1000兆円とか、例えば、こういうのもあるかな。なんか例えば、例えば今コロナが流行してますよね。COVID-19 ね。で、コロナのそのウイルス、バイルスね。ウイルスが100兆個っていうか、100兆個体に入るとか、小さいものは腸を使う可能性が高いですね。もう一回ちょっとやっていきましょう。この0からね。1ですよね。ここ1。ね、1デジット1で、ね。で、今度は2桁、2デジットで10ですよね。10。で、今度ここが100。で、1000。万。10万。100万。1000万。1億。次は10億。100億、1000億、1兆。そうですね。必ず10、100、1000万。10、100、1000万なので、で、10万、100万、1000万、1億ってなっていきます。ね、もちろん中国人の人とかね、韓国人の人はこれ絶対大丈夫なんですよね。でもなんか、ヨーロッパの人とかね、こうアジアの感じでやってない人はこれ見るとなんか、わからないです、ね。私は反対にこのトリリオンっていうのがちょっとなんかわからない。ミリオン、ビリオン、トリリオン。ゼロはいくつだっけ？ちなみにこれは腸なので、ゼロは12個だよね。はい、いいです。じゃあこれをやったので、次は89番ですね。これで今日のね、内容はね、終わりです。今日ちょっと短い、ね。89番のこれは何々をいくつかに分ける。このいくつかは、例えば人で、誰か、someone、ヨシエレンとか、どこか、ヨダギファン、somewhere とか、
と同じ。じゃあいくつは how many だね。一つ、二つ、三つでいくつかなので時間とね、like a few とか several の意味で使われます。何々をいくつかに分けるですね。これあのを分けるなので他動詞です。自動詞は何々が分かれる。分かりましたか？そう、分かれるですね。分かれる。ね、これあのちょっと数を実際に入れてみましょう。ケーキ、これケーキです。上から見てね、ケーキね、蛋糕ね、ケーキですね。ケーキを6つに分ける。こうまず2つにして、でこう1、2、3、1、2、3ですね。全部で6つですよね。ケーキを6つに分ける。So divide the cake into 6 pieces ですよね。でそれからクラスを2つのグループに分けて討論を行った。So divide the class into 2 groups ね。A team, B team。A チームと B チーム。クラスを2つに分けてだ、ね、2つのグループに分けて、そしてディスカッション、ディスカッション、ディベートだね。討論、ディベートを行いました。私あの、討論のクラス大好きですね。なんかみんなの、なんか、なんで意外とあの静かな学生も討論の時にははっきり意見を言ったりとかして、なかなか面白いです。の私思うんですけど、日本の人は討論が苦手、あまり上手じゃない人が多いと思うんですけど、の香港人の学生さんは討論が上手ですね、本当に、うん、自分の意見を論理的にロジカルにね、のはっきりと、ね、堂々と、ね、プラウドリーね、堂々と話すことができる人が多くて素晴らしい学生さんが多いなと思います。で、ね、この、 あの分けるなんですけど、同じ意味の単語は例えば分割するですね。分割する、あの少しフォーマルになります。分割する、あと分割でね、皆さんが日本へ旅行に来た時によく見るのはあのローンね、 LOAN でローン、モーゲージでね、ローンをあのクレジットカードで払う時とかも、あのみんなが日本語が上手だったら、でカードすいません、カードでお願いしますってピッてやった時に、あの1回でいいですかって聞かれるんですね。でね、日本の私もそうなんですけど、私のクレジットカードも香港のカードなので、もう2回とかできませんが、日本のクレジットカードはあのちょっと特別なサービスがあって、この分割は2回までね。だから例えば来月と再来月払うのかな、来月再来月の2回払い、2回の分割の時にはあの、利子がかかりません。 No interest ね、すごくいいサービスなんですけど、あの私のカードは香港のカード、まあ、皆さんのカードも多分外国のカードだから、外国のクレジットカード、ビザとかマスターで払うときには、あの分割すると2回からあのインタレスト、ね、がかかるよね。分割だから、あの必ずデパートやスーパーであの何回ですかと聞かれたら、あ必ず1回って言ってください。で次ですね、区切るですね。でね、区切るはあの例えばですけど、あの私の YouTube ですね、この単語ね、この単語すごく多いから、中級単語多いですよね、うん、でこれね、全部で今日16回、もう1回で17回、この単語をあの17回に区切って、分けるですよね、 divide ね、区切ってビデオを撮っています。あと例えばあの今日じゃない、今度読むね、この白川郷伝説っていう長い文章があるんですけど、これあのパラグラフがあるよね、段落、ここで1段落かな、で次がここは2段落って言って、こう段落で区切って読みます。1段落読んで次の段落を読むという、こう別々にする、分けるね、そういう時はあの区切ると言います。でそれからね、仕切るというのは、これね、これも結構ね、あの使い方ちょっと特別な使い方で、一つはあの例えばここ教室、小さいですけど教室なんですね。でこの狭い教室をあの私のあのここではね、パーテーションがあるんですけど、こうね、パーテーションって、のコロナの対策で to prevent COVID のパーテーションで、あの教室をあの2つに、なんかこう先生サイドと学生サイドみたいな、先生と学生でパーテーションでこう仕切っています。仕切るですね、分ける意味ね、
分けています。分けるはこれ全部分けると同じ意味ですけど、この分割する、区切る、仕切るがそれぞれちょっとずつ使い方が違うんですよね。あの教室をパーテーションで仕切ります。パーテーションの日本語は実はこれから来て仕切りと言います。仕切りを立てます。スタンダーパーテーションね、スタンドを立てる、パーテーションを立てると言ったりします。では皆さん、今日はねここまでちょっとだけ早いけど今日ここまでで、次のビデオはですね、一番最後、単語の最後、このあたりをやりたいと思います。単語は、積もる、雪が積もる、気候、気候ってね、あの天気のね、気候、観光案内、観光地、この4つをやっていきたいと思います。まだねホワイトボードも書いてないんで、今から準備してビデオを撮りたいと思います。皆さんの今日もねここまで一緒に勉強してくれてありがとうございます。よかったらライクしておいてくれるとすごく嬉しいです。それからそうですね、あの何かね、もしあのこんなことを説明してほしいとかのリクエストがあっても、よかったらコメントから教えてくださいね。はい、じゃあまた明日会いましょうね。毎日アップロードしてるから、ちょっとずつでもよかったら見てみてくださいね。はい、じゃあね、バイバイ。お疲れ様。バイ。